はい、皆様こんにちは。タロット歴25年目のモセ姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は久しぶりに復縁のことを見ていきたいと思います。ホロスコープとか西洋占星術をね、少しご存知の方は知っているかもしれませんが、5月の下旬から水星逆行が始まるんですね。で、水星逆行が始まったらどうなるかというと、復縁とか音信不通のあの人にこうね、復縁が叶いやすくなったりとか、音信不通が解消されやすくなったりするんです。いろいろ、まあ交通機関がね、麻痺したりとか、スマホとかパソコンが壊れやすかったりとか、人とのコミュニケーションがなかなかうまくいかなかったりっていうネガティブな部分もあるんですけれども、こういうね、復縁っていうのはとてもポジティブなことがあるので、私は復縁じゃない水星逆行大好きです。そして私自身は水星逆行で本当に何度も復縁をしております。だからね、こう身をもって言えるんです。復縁はすごく可能性があるよ、ということで、もうちょっと水星逆行まではもう少し時間があるんだけれども、それでも今日はあの人がね、今皆さんのことをどう思ってくれているのか、そして今後の流れ、復縁の可能性、それを見ていきたいと思います。はい、それでは今日選んでいただきたいのは、はい、こちら1番の方、グリーンのボトルさん、もしくは2番ピンクのボトルさん、はい、あとね、こちらは3番ゴールドのボトルさんです。このボトル、もしくはこちらのカードから選んでいただいても大丈夫です。このね、カードは共通のカードとして使っていきますので、上のグッドタロットからお選びください。はい、それでは早速グリーンの皆様から見ていきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ1番のグリーンのボトルさん、お待たせしております。まずはなんて言うんでしょう、少しこう遠目から見るというかね、こうまあお互いの気持ち、そしてまあ復縁の流れの可能性、そのあたりからまずはね、見ていきましょうね。少しシャッフルをさせてください。おお、正義のリバースが出ましたね。もしかしたらまあね、まあ、今のああいうのもメッセージとして受け取ることがあるんだけれども、まあ、どうだろうね、もしかしたら複雑な恋愛の人とかいるのかなっていう風な感じで思いました。あと1回かな。はい、はい、大丈夫です。はい、じゃあまずね、見てみましょう。はい、これね、過去のカード、太陽のリバースが出ました。はい、そして現状、あら、素敵なカードが出ましたよ。カップの2の正位置。素敵ですよ、これとても。そして、はい、未来が、おぉ、ワンドの3の正位置。はい、アドバイスカードが、ちょっと発音が変だった、フールのリバース。はい、あの人の気持ち、ワンドの5の正位置。はい、そしてこれがね、皆様のね、気持ち、
カップの7。はい、そして流れがどうなっていくかな。カップの3のリバースね。はい、ワンドのページのリバース。おお、ここで審判の正位置が出ました。これね、もうね、はっきり言って復縁のカードなの。あ、すごいですね。はい、で、一番下のカードは、おお、ソードのエースが出ましたね。なんかね、物事が急激に動いていく可能性もあるな。ごめんなさいね、ちょっと咳が出る。今ね、出したカードに、こちらのね、ルノルマンカードも、重ねて、合わせて、見ていきます。うん、大丈夫そう。じゃあ、見ていきますね。お、過去が太陽と月なんだね。ああ、なるほど。はい、そして今が、うん、はい、これ見てください。皆さんのカードですよ。ね、皆さんのカードとカップの2。はい、そして未来。連絡取れそうだね、これ。うん。バンドの3とコウノトリが出た。うん。そしてアドバイスが、うん、フォックスか。なるほど。はい、あの人の気持ち。手紙とワンドの5。うん、これ皆さんのカードね。花と、うん、カップの7。はい、そして怒りとお魚さんと、はい、ここでネズミね。はい、了解です。一番下のカードが山か。うんうん、はい、わかりました。じゃあ、まずはね、見ていこうかな。うんうん、ね、過去。うん、過去のカードを見ていると、ね、太陽のリバースと、ね、月っていうカードが出ていて、これがね、まあ、太陽の正位置だったら、ね、もうほんとこういうふうに輝く、ね、こう、あの人との、こう、楽しかった幸せな思い出って感じがするんだけど、リバースが出てるからね、こう、もしかすると、こう、お別れしてから、こう、案外長かったりとか、こう、なかなか、こう道が見えないような状態で、それでもこうね、希望を失い続けずに、こうずっとね、あの人を思ってた。いずれまた必ず日は昇るだろうっていうことで、とてもね、けなげにグリーンのボトルさんがあの人のことをね、こう思ってた。なんか過去がね、まずね、感じられる。本当にね、とても大切な、なんかね、ほんと大好きな人みたいなね。うん、絶対復縁するんだみたいなね。強い気持ちが見えます。これが過去ね。で、現状。はい、これ今ね、カップの2っていう、これね、相思相愛とかを表すカードなんですよね。で、ここに皆さんのカードが出てるから、どっちかっていうと今ね、まあ、追いかけてるのは、あの人のことを追いかけてるのは、このね、グリーンのボトルさんの方かなと思うんだけれども、でもね、追いかけているとはいえ、あの人にもこれ愛情あると思うんだよね。きっとね、こういうふうにこう思い出してくれてますよ。グリーンのボトルさんのこと。なんかね、元気してるかなとか。なんかね、こう今どういう生活してるんだろうっていう風な感じで、全く考えてないとかじゃなくて、こう思いの強さは今はね、確かにこのグリーンのボトルさんの方が強いだろうと思われるんだけど、あの人の気持ちは全然ゼロじゃない。うん、あの人も思ってくれてると思いますよ。そして未来のカード、うん、ね、よかったですね。はい、これね、ワンドの3とね、コウノトリっていうカードがね、出たんだけれども、もうコウノトリは、こう、
なんかね、動き出すっていう意味なんですよ。動き出したりとかね、こう、良い変化に、こう、なんていうの、変わっていくとか。で、そしてこのワンドの3っていうのは、まあ、連絡が取れるとか、2人の関係が、いわゆるね、こう、末広がりみたいな感じで、こう、発展していくんです。なので、やりとりができるとか。あの人とコミュニケーションが取れる。2人の関係がやっぱりこう発展していくって出てますよ。これがね、早かった。あ、やっぱこれ6月なんですよね。6月の、3日から17日ぐらいまでの間に、はい、これね、連絡ね、取れると思いますよ。まず取れると思う。だからね、ここがすごく大きな、まずこう、一個のチャンスの時だなっていうふうに感じました。だからね、そこはまずね、すごくいいですよね。とてもこう、いいカードが出ています。そして、さあ、あの人の気持ち。あと、後ほどね、もっともっと深く見ていくんだけれども、こう、今の段階ではね、グリーンのボトルさんのこと気にはしてるんです。気にはしてるんだけれども、このね、手紙、連絡を取ることに今ね、ちょっとこう躊躇してるというか、なんかこう、不安に思ってるって言えばいいのかな。なんかね、こう、喧嘩、なんかね、またこう、なんかね、いろんなこう、争いとかね、こう、そういうのがね、出たら嫌だなとか、なんかこうスムースにやり取りできないとなんか嫌だなとかね、どっちかっていうと連絡をしたい気持ち、これワンドだからね、情熱のカードなので連絡をしたい気持ちはあるんだけれども、こう少しこうネガティブになってるとか、なんかこう、まあ喧嘩とか、まあこれね、カードで言うと、まあ戦争のカードっていう時もあるんですよね。別に戦争するっていうわけじゃないんだけれども、こう、そういうね、こう、お相手様のこう、フラストレーションが、なんか不安とか、そういうものも含めて、なんか連絡を取ることに対して思ってる、あるのかなっていう感じが、出ているのがあの人の気持ちかな。そして皆さんの気持ち。ねえ、やっぱ、花束が出てるからね、やっぱりもうあの人のことね、とってももう、なんか自分のやっぱり大好きな人、大切な人、やっぱりこうね、自分の好きな人っていうことでやっぱりね、出ています。こうね、カップの7の正位置が出てるからね、こう、あの人への、こう、思い出とか、やっぱりね、そういうのがこう、いっぱい、ぱい、ね、皆さんの中にこうね、頭の中、心の中にあって、そしてこう、過去のカードにね、すごく似てるんだけれども、やっぱり私は、僕は、ね、どうしてもあの人との恋を、また叶えたいんだっていう、そういうね、強い気持ちとか、やっぱりこう、あの人への愛情、ときめきっていうのがすっごくある。これが、グリーンのボトルさんの気持ちです。さあ、そしてね、流れです。はい、流れがね、はい、まずは、はい、まずね、これが、ね、カップの3の、そう、これがね、今回ね、リバースが出てるんですよね。リバースが出てるんだけど、魚と一緒に出てるからね。なんかね、ここで連絡がね、例えば取れたりとか、なんかね、会えたりすると私は思うんですよね。で、そこで、ここね、やっぱりやりとりが続いていく。こう、会う。会う可能性あるのかな？なんかね、こう、これはこう、体のコミュニケーションって言っていいのかな？なんか、そういうのもある可能性あるのかな？なんかね、そういうものが、
こう先行する可能性はね、もしかしたらあるかもしれない。こうカップの3とあと魚って、これ、まあ、両方そういう意味があるんですよね。でリバースだから、なんかね、きちんと例えばね、復縁してからなんかね、順序よくっていうよりは、もしかするとね、なんかこちらの方がこう先になる可能性もあるのかもしれない。まあそれがね、あの、全然悪いことではないと思います。だからやっぱりね、ここで連絡、ね、ここで会うっていう流れになっていくんじゃないかなって気がして、そしてはい、ここでね、ワンドのページのリバース、まあワンドのページ、まあこれこうね、連絡するとか来るとかのリバースが出てるから、少しだけね、まあこう連絡がこう少し遅延というか、返信が少しね遅くなったりとか、なんかこうあの人自身が、まあ例えばね、まあ仕事とか忙しくてっていうことになるかもしれないんだけど、怒りっていうカード、これはね、とてもね、二人の関係が安定するとかね、こう絆がとっても強まるとか、そういう意味もあるし、あとはね、やっぱりこう調和とか、もうなんかやっぱり安定っていうのがすごく強いから、なんか連絡はしょっちゅう、例えばね、取らなくても、こう二人の関係がなんかこうきちんとつながっている、切れてないんですね、つながっているっていう感じが出てるのかな。そうですね。だから、ここで絆の強さはとても出てるよっていうことです。そして、はい、ここでね、まあ、審判の正位置と、あとネズミっていうカード。もうここでね、ズバリ復縁のカードが出てます。もうね、審判の正位置はね、もう本当に復縁。だからもう、なんか、もしかすると少しだけね、こうあやふやな関係がもしかしたらね、続くかもしれないんですよ。まあ1ヶ月半とかね、そんな感じで続くかもしれないけど、でも結果的にお二人は復縁できると思う。ただここにね、ネズミが出てるから、あのこう不安定要素とかはもしかしたらね、あるかもしれない。なんかこう復縁をね、きちんとできて嬉しいんだけれども、なんかね、こう落ち着かないというか、なんかこういろいろね、グリーンのボトルさんがね、心配しすぎちゃうかもしれない。なんかね、また例えばね、二人の関係の間に誰か入ってきたらどうしようとかね、なんかこうそういう気にしなくてもいい心配がね、もしかしたらあるかもしれない。でもね、もうね、これはね、もう復縁です、審判の正位置は。だからね、なんか必要以上に不安に思わなくても大丈夫だよっていう、そういう感じが見えます。さ、じゃあね、あの人の気持ち、はい、じゃあ深く深く見ていきましょう。はい、じゃあグリーンのボトルさん、はい、お待たせしてます。あの人の気持ち見ていきますね。ワンドのエースのリバース、はい、ワンドの中のリバース、はい、月のリバース、ワンドの3のリバース、ワンドの3のリバースね、今さっき出ましたね。おお、なんかリバースが多いぞ。カップの5のリバース、はい、デビルのリバース、はい、ここでタワーのリバース。おー、よかったですね、マジシャンの正位置。はい、フールのリバース、ダイアルカナすっごく多いですね。ダイアルカナがこれだけあるということは、なんかこうお二人のご縁がやっぱり強いんじゃないかなっていう風にね、感じましたよ。そしてね、なるほど、今さっきあの人の気持ちでね、
そうそう、ワンドの語。これがね、まあ、あの人の気持ち。で、これが手紙と一緒に出てたんだけど、やっぱりこう、あの人自身がね、今は、確かに、なんかこう、やらなければならないこと。なんかこう、自分が背負いきれないぐらいの、いわゆるタスクが、今すっごく多いみたいです。だから、忙しい。半端なく忙しいみたいな。そんな感じがまずするんですね。で、するし、あとね、やっぱりね、グリーンのボトルさんのことね、心配してる。なんかね、やっぱり今さっきカップの2も出てましたよね。だからやっぱりこうね、元気でしてるかなとか、なんかね、こう気持ちは、こうなんていうのかな、グリーンのボトルさんにある。それは出ています。ただ、ここでね、まあ一番最初のカードが、ソードのエース。今さっきのバックカードもソードのエースの聖地でしたよね。うん。今回はね、ソードのエースが、あの人の気持ちがリバースで出てるから、もし、例えば今、動ける状態だったらね、こう、飛んでいくぐらいの強さがあるんだけど、今は、やっぱりこう、こういう状況があって、今はあの人自身が動けないって出てるんですよ。だからね、こう、かなり忙しそうな、余裕がないような状態でも心配してるよねって、こう自分から今まだ動くことはできないんだけど、グリーンのボトルさんのことは考えてる。うーんと出ました、出てます。そしてここもね、はい、うん、ね、なんかね、少しずつね、カードがね、明るくなってきてるんですよ。ここね、全部リバースなんだけど、カップの子はね、リバースの方がいいんです。で、なんかこうね、今、まだこれワンドの3のリバースなんだけど、ワンドの3はね、やっぱりこう、前進していくとか、やっぱり進む、連絡、発展っていう意味があるんだけど、まだ今これリバースだから、やっぱりこう、ここと一緒なんですよね。まあ、なかなか自分から今はまだ動けない。今はまだこう発展をすることができないんだけれども、でもやっぱりね、こうお相手様の中に何かこう考え直している部分とか、なんかグリーンのボトルさんのことをこう見直しているような、こうそういうところがあるんですね。気持ちがやっぱりこれ少しずつこう戻り始めてます。グリーンのボトルさんに対して。で、今まで、まあ別れた原因今回、わからないんだけれども、なんかね、そういうお相手様の心の中にあるこう悪い習慣とかね、こうグリーンのボトルさんのなんかこうマイナスなイメージがこれ取れていってます。だからね、どんどんね、こうカードがね、こう明るい感じにね、なってきてるんですよ。で、そしてここです。そうそうそう。もうね、あの人から連絡来るのこれもう少しだと思うんですよね。ていうか3枚ともダイヤルかなだね。あの人自身が、これね、まあ、タワーっていう、まあ、衝撃とかね、まあ、カードで言うとね、これ、まあ、喧嘩とかそういう意味もあるんだけど、まだお相手様の中に、これいくらね、デビルのリバースが出たとはいえ、なんか心の中に少し残ってるショッキングな出来事とか、記憶っていうのはあるかもしれないけど、でもこれ随分となくなってきてる。なくなってきていて、そして、まあ思い切って、なんかこう、これは水星のカードなんですね。今日一番最初に言った水星逆行の水星のカードで、まあこれ連絡。コミュニケーションとか、二人の関係を始めるっていう意味があるので、何かお相手様自身が、このトラウマを乗り越えて、このね、グリーンのボトルさんに、こう、連絡をしてくれるとか、とてもこう、前向きに復縁のことを考えてくれるとか、そういうのがね、出てる。よ、ということで、じゃあちょっとね、最後にサポートメッセージ、見てみましょうか。さあ、私は来月こう、いい流れに、まずはね、連絡がね、取れる方向に行くんじゃないかなと思ったんだけど、はい、おー、いいですね、ワンドの4の聖地。はい、これも出ました。
おお、ワンドの7の聖地。あ、両方聖地ですね。これかな。はい、コインの8の聖地。はい、そしてワンドのキングのリバース。はい、なんかこの4枚からサポートメッセージということで、はい、グリーンのボトルさんにね、お伝えしたいと思います。あ、やっぱりまだね、あの人仕事忙しいです。やっぱり今、このお相手様が男性でも女性でも、やっぱりこう、あの人にとって仕事っていうのはやっぱり生きることで、やっぱり優先順位っていうのが仕事のことが一番強いと思うんですよね。で、今それがね、やっぱりすごい忙しいって出てたから、やっぱり今はまだ余裕がないのかなっていう気がね、やっぱりしました。でもね、まずね、これね、グリーンのボトルさんももちろんね、あの人のことがね、大好きで、あの大切なこと、それはね、全然大丈夫なんです。でもグリーンのボトルさんもね、仕事をね、仕事とか勉強とかね、自分がしなきゃいけないこと、これね、ぜひ頑張ってほしいんですよ。このね、お相手様とこう同等になるぐらいになってきたらね、かなりこれ二人の関係変わっていくと思うんですよね。で、恋愛運を上げるにはお仕事とか、まあ勉強、これをね、むちゃくちゃ頑張ることなんですよ。だからなんかね、今できることをとにかくコツコツと頑張ってみてと、それがね、まず出ている。そしてここがね、とてもね、ポジティブなカードです。もうね、勇気を勇気を出す。チャンスはもう少しでやってくると。で、そのチャンスを生かした時には、ね、二人の関係がこれね、ワンドの4っていう調和、幸運とか、まあ、あとね、家族っていう意味もあるんですよ。だから二人がこう、復縁に向かって、なんかこうピースが合うみたいな、そんな感じになっていくから、なんかね、いわゆるこの人はね、こう飛ぶのをなんかすごく勇気を持って飛んでいる。そしてグリーンのボトルさんは、例えば次連絡するの本当にね、こうむちゃくちゃ緊張するかもしれない、でも勇気を持って飛ぶことがきっと二人の成功につながっていくみたいな。でね、連絡したらきっとね、返信してくれると思う。まだね、今は仕事忙しいかもしれないんだけど、やっぱりなんか6月の頭かなっていう感じがいたしました。はい、素敵なカード出ました。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。はい、じゃあ2番のピンクのボトルさん、お待たせしております。じゃあまずはこちらのね、タロットから、まあ大まかな、なんかこう2人の流れとか気持ちとかを見ていって、その後深くあの人の気持ちを見ていきたいと思います。良さそうです。見ていきましょう。はい、お二人の過去、カップの2のリバースが出ました。現状がソードのクイーンのリバース。はい、そして未来が運命の輪のリバース。アドバイスがソードの7のリバース。はい、あの人の気持ちがコインの4のリバース。はい、そしてこれが皆さんの気持ちがコインの9のリバース。はい、そしてこれが未来がね、コインの6のリバース。これね、全部リバースですよね。まあ、むちゃくちゃレアなんですけど、こういうことってあるんですね。で、これは、まあ、ルールがあって、
全部リバースの場合は正位置にしていいっていうルールがあるんですよ。っていうことで、はい、じゃあね、これがカップの2の正位置に変わります。そしてソードのクイーンの正位置に変わります。はい、そしてこれがね、運命の輪のね、正位置に変わるんですよ。はい、そしてこれがソードの7の正位置。そしてこれがコインの4の正位置。はい、そしてコインの9の正位置。そして、コインの6の正位置。はい、すごいポジティブに変わりましたね。はい、そしてこちらのカードに、このね、ルノルマンカードを合わせていきます。見ていきましょうね。過去庭です。はい、現状蛇ですね、はい、そしてここに子供のカード、はい、そして釜です。はい、あの人の気持ちが本、はい、木、はい、そしてここで山か、そっか、ちょっとカード、ユリ、クローバー、タロットもね出していくんだけど、これね、今さっき逆位置で全部出た分なんですよね。これも逆で、あ、これも全部逆なので、全部これ正位置に変えれますね。はい、カップのクイーンと、はい、 OK です。よいしょ。じゃあちょっとこれはちょっとこの辺りに置いときます。はい、なるほど、はい、まずこれは、複雑な恋愛なのかな、2番の、ピンクのボトルさんは、複雑な恋愛で、あの人のお気持ちありますよ、お気持ち。あとでね、深く見ていくんだけど、コインの4の正位置だからね、こう、他の人にこう、なんていうの、渡したくないっていう、こう、強い、どういうふうに、なんか執着心とかね、独占欲、あの人ありますよ。ある。で、あのね、過去の流れから見ても、お二人ね、とてもこう、愛し合ってるんですよ。愛し合ってて、同じコミュニティの中、同じ会社とかね、同じ学校とか、こうそういうところで二人の価値観があって、こう付き合い始めたとかね、とてもこう幸せそうなお付き合いだったっていうふうに出てます。で、ただね、今が、ね、このソードのクイーンとヘビが出てるから、なんかこう人によってはつまばれしたりとか、こうそれが原因でこう離れちゃったのかなって感じがします。もうなんかそうじゃないとね、あの人の気持ちもあるし、過去の状態もいいし、なんでかって言ったら、もうこのね、こうライバルっていうか、つまばれ的な感じの方が、なんかこれしかなんか私は今見えないなって感じなんですね。で、未来の流れ、はい、ここね、運命の輪の正位置が出てます。そして子供のカード。運命の輪っていうのは、これホロスコープで言うと木星です。で、木星っていうと幸運なんですよ。大幸運。だからね、こう自分の、こうね、どう言えばいいのかな、こう自分の、素直な気持ちとか、駆け引きとか、なんかね、そういうことが関係なく、こうあの人にこう純粋にこう気持ちを伝えたりとか、なんかもうそれがやっぱりこうあの人の心を打つとかね、こうそういう状況にね、なっていきそうというか、いや、ここで復縁できるだろうなって感じです。ここでできそうだな。時期で言ったら来月なんだよな。復縁がね、できそうです。で、その後がね、
山が出てるから、やっぱりね、お二人が復縁できて、こう、なんていうのかな、こう、まあ、ギブアンドテイクな幸せな、こう、そういう、こう、お互い思い合う気持ちが同じぐらいの幸せな関係にはなっていくとは思うんだけれども、でもやっぱりこう、複雑な関係だから、こう、復縁できても、こう、それからがね、なかなかこう、道のりが、案外いろいろ大変かもしれないよとは出ている。で、出てるんだけど、まあ、ここでね、今さっき補助カードを出したんだけど、いいんですよね。これね、どっちかっていうと、すべて女性のカードが出ていて、女性のすごく受け身というかね、優しさとか柔らかさとか、癒しっていう、そういうカードが出ています。だから、やっぱりこう、あの人からすると、これ多分私、奥さんだと思うんですよ。でね、これがね、奥さんはね、こう、本当に冷たいし、こう、人の心とかをこう、分かってくれない？なんかこう、心がこう、なんていうのかな、すごい閉じてるんですよ、奥さんはね。でも、皆さんは、優しいんです。もうすごいオープンで、なんかあの人のことをすべて受け入れてあげるみたいなね。そして、ここでね、やっぱりね、長く続いていくって出てますね。なんかこう、本当に相性がいいお二人なんだろうなっていう流れになってるから、障害があろうとも、それでもね、こう、幸せなお付き合い、それは続いていくと出てます。出ていますね。だから、いや、あの人の気持ちありますよっていうことで、じゃあ深く気持ち見ていきたいと思います。少しお待ちください。はい、じゃあピンクのボトルさん、お待たせしております。はい、あの人の気持ちです。ソードの8のリバース。はい、ペイシェンスのリバース。はい、忍者の正位置。はい、バンドのクイーンのリバース、ソードの9のリバース、はい、ソードのナイト、はい、コインの3の正位置、ワンドの7のリバース、すごいですね、太陽の正位置、はい、これがね、あの人の気持ちで出ています。まずね、全体的に見て思ったのが、やっぱりね、あの人も苦しんでるっていうことがね、出ていますね。なんかね、すごくこう、あの人自身も、こう、追い詰められていたりとかね、どうしたらこの扉、ね、こう開くことができるか、この扉の向こうにはいわゆるね、ピンクのボトルさんがいるんだけれども、どうしたらね、向こうに行けるんだろうっていう感じで、なんかね、ものすごくこう考えてるし、悩んでるし、あの人もものすごく苦しんでる。やっぱ愛情ありますね、あの人ね。そしてこう、仕事とかね、こう、勉強とか、なんていうのかな、こう、うまくというか、頑張っていけてるかなっていう、心配もしてくれてるみたいです。で、このお相手様自身、こう、どれだけ、こう、絶望的な状況の中にいたとしても、なんかね、そこの中からこう、なんかこう、出ていける、こう知恵というかね、頭の良さというか、こう行動力というか、こうそういうものがある方みたいです。だから今確かにね、こうほとんどこう道がこう見えにくくなってるんだけれども、でもそれでも何とかしようっていう、その気持ちがね、ありますね、このお相手様。冷静です。なんか落ち込んでいるし、なんかなかなか先が見えない。なんかいつね、連絡が取れるかわからない。でもそれでもなんとかしようっていう気持ちがね、このお相手様からすごく感じるし、むしろね、
ピンクのボトルさんのことをすごく心配してる。で、お気持ちが出てて。でね、まあ、ここがすごいなと思いました。もうね、一番深い、このね、本音の部分が太陽の正位置ですよ。太陽の正位置はね、もう、やっぱりお相手様からすると、こう皆様がこう女神なんですよね。こう、ね、このピンクのボトルさんがいるから、なんかね、頑張れるんだよ、みたいな。本当に、ピンクのボトルさんがいない、今の状況っていうのはこんなね、ソードの8とか、ソードの9っていう、まあ、これね、精神的にむしゃむしゃきついカードなんだけど、こう、暗闇なんですよ。で、暗闇なんだけど、ピンクのボトルさんがいることによって、こう、自分の人生の生きがいとかね、こう、自分に勇気をくれる人とか、元気をくれる人とか、一緒にいるとこう、気持ちが本当に明るくなるとか、元気になるとか、そういう感じなんです。だからね、すごいの。すごいですよ。うん。このお相手様からすると、もうね、人生ですごく必要な人です。で、まだね、今こう、ね、このお馬さんが、なんかね、勇気を出そうかな、どうかな、みたいなところで、今ね、まだちょっとこう不安定な状況ではあるんだけれども、でもそれでも、やっぱりね、このピンクのボトルさんとのコインの3っていう、こう、未来のこと。やっぱり今自分にできることを少しずつやっていく。だからどうしたら例えばね、連絡が取れるのかとか、会えるようになるのかとか、そういうことをしっかり考えて、で、こう、先の未来のこと。うん。もう、こう、考えてますし、やっぱりこれだけ大好きな人だから、何かお相手様の中の、こう、なんていうのかな。やっぱ将来ですよね。将来のこときっとね、考えてると思う。で、今さっきね、まあ、これで、そうそう、お相手様の気持ちがね、コインの4っていう気持ちが出たから、やっぱりこう、誰にも渡したくないんですよ。もう自分のものだけでいてほしいみたいな。これが、あの人の気持ちです。ということで、じゃあね、ちょっとサポートメッセージ。なんかね、カードを何枚か出していきたいと思います。私はね、復縁はね、来月だと思うんだけど、まずね、ワンドの9のリバース。ちょっと待ってね、よいしょ。これかな？すごいね、コインの10の正位置。うん、いずれ、一緒になれるんじゃないでしょうか。時間はかかるかもしれないけど、こう、人生の最後にね、一緒にいるのはね、きっと、なんかピンクのボトルさんなんじゃないかな、コインのページ。うんうん、コインとワンド、はい。もうすごいね、コインのエース。いやーもうすごいですよ、お二人。うんうん。いやーもうね、いやもうね、もう復縁はね、もうできるできるできる。っていうか、運命の輪も出てたしね、すごいなと思ったんですよね。復縁できるし、もう、コインのエースとコインの10がこれすごいな。いやもう、将来、時間はね、コインだからね、動くのゆっくりなんですよ。でも、やっぱりそれでもね、もうこれ家族になれると思いますよ、お二人。うん。すごい、すごい、縁の強さがむちゃくちゃすごい。そして、まあこれはお子さんのことなのかな？ね、お相手様にお子さんがいるのかなっていうことで、まあこの子の成長を見守らなければならないのかもしれない。うん、でもね、ワンドの9のリバース。なんかね、やっぱりこう連絡を、こう何とかして、こう、この現状をね、打破したいっていう、こう、あの人の気持ちが、やっぱこのあたりからもね、やっぱこう伝わってくるなっていう感じなので、こう、未来6月には連絡が取れて復縁ができて、そして、まあ少し時間はかかるかもしれないけど、もうこれね、将来、
一緒になれるよねっていう、なんかね、すごいすごいカードが出てます。はい、これが、はい、ピンクのボトルさんでした。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきまして、ありがとうございます。はい、じゃあゴールドのボトルさん、お待たせしております。まずは、こう、大きなね、よいしょ。復縁の流れというのをあの人の気持ちも含めて見ていきましょう。その後にあの人の深い気持ちをしっかりと見ていきたいと思います。大丈夫かな？はい、じゃあ見てみましょう。はい、過去。ソードの8のリバース。現状がコインの5のリバース。はい、未来が忍者のリバース。はい、そしてアドバイスがソードの10のリバース。お、リバースが多いね。はい、あの人の気持ち。ワンドの8のリバース。はい、皆さんの状況が鳳凰のリバース。わお、これもまた珍しいのが出ましたね。わあ、コインの3のリバース。2番の方もそうだったんだけど、全部リバースの時って、これね、1年に1回ぐらいしかないんだけど、今日ね、2回もあったね。全部これをね、正位置にしていいっていう法則があるんですよ。こんな、むちゃくちゃ、はい、じゃあ正位置にします。はい、過去ソードの8の正位置、現状がコインの5。はい、そして未来が忍者、そしてアドバイスがソードの10、そしてあの人の気持ちワンドの8、そしてはい、皆さんの気持ち鳳凰、そしてね、今後の流れコインの3。おー、なんかね、はい。OK。じゃあ、こちらのカードにね、ルノルマンを重ねていきます。じゃあ見ていきます。過去、星、現状がコウノトリ、はい、未来がムチと忍者、アドバイス付き、あの人の気持ちいいですよ。ワンドの8とワンちゃんいいです。はい、そして皆様の気持ちがユリと鳳凰、はい、未来の流れタワーとコインの3。おー、ちょっと流れも見てみましょうね。あ、ここもリバースだね。失礼しました。よいしょ。あ、で、ここは正位置か。なるほど。じゃあ、これはこのまま。バンドの6のリバースとコイン、あ、バンドの2。はい、ルノルマンも出していきます。ここで棺桶。はい、そしてここで皆さんのカード。はい。わかりました。じゃあちょっとこれは、ね、まずちょっと横に置いときます。はい、じゃあ、はい、確かにね、今まで辛かったですね、ゴールドのボトルさん。今までがね、こう、そこだった、2人の関係がね、なんかこう、お別れしてからこう、本当にもうね、なんかかなり落ち込んでて、全くこう眠れなかったりとか、なんかすごくこう自分を責めてたりとかね、そんな感じだったんだろうと思います。いくらね、こう頑張るんだっていう希望を持っていても、こう、その時の過去の現実が、なかなかこの希望に追いつかなくて、
なんかすごくこう落ち込んでた。なんかね、なかなか前を向くことができなかった、できなかったっていう、とてもね、辛い状況がね、過去はありましたね。だから本当に離れてから、こうもうかなり、なんか血の涙を流したみたいなね、こうそういう辛い状況だったんだろうと思われます。で、これが今。これね、コインの5の正位置。もうね、これね、一番の底なんですよ。もうなんか金銭的にも、例えばこう二人の関係が、もうね、いわゆるこう、離れてしまったんじゃないかみたいなね、そういう感じなんだけど、このね、コウノトリが一緒に出てるんですよ。で、このね、コウノトリが一緒に出てるっていうのは、どういうことかっていうと、なんかね、今までの辛い状況、もうね、とっても辛かった状況が終わって、いい変化に変わっていくよって。二人の関係が、発展していく。今から、なんかね、どんどん動いていきますよっていう、動きがありますよっていう、もうそういう感じ。だからもう辛かったところが終わり。もうようやく、二人の関係が動き出す。もうこれね、今です。もう今。よかったですね。なんかこうギリギリのね、細いラインっていうか細い線がつながっていて、なんかね、その線をもとに2人の関係が発展していくよっていうのがね、これが今。よかったですね。そして、はい、未来。そう、これね、陰者なんですよね。で、陰者っていうのは、これはね、慎重に物事を進んでいくとか、で、この暗闇の中に足元を気をつけながら、ライトを照らしてみたいなね、そんな感じで、なんだけどね、カードがね、これね、水星っていうのを表してるんです。で、水星とこれコミュニケーションとか連絡。それと、このね、無知っていうカードが出てるんですよね。だからね、やっぱりこう、二人の、こう動きがやっぱりありそうなんですよ。こうね、待ってた連絡が来るとかね。こう、あの人自身もこう、なんか強い感情が出てくるとか。だから連絡があるとか。こう、そういうところまでなんかね、ありそうな気がする。これ私はね、ポジティブに見ました。で、あの人の気持ち。なんだけどね。ほらって言っちゃった。ワンドの8とね、ワンちゃんなんです。今からあの人の気持ちをね、深く見ていくんだけど、なんかね、全然拒絶してるとか見えないんですよ。なんで離れたのかなっていうのがね、正直私ね、わからないんですよ。距離とか？距離が離れたからとかなのかな？いやー、あの人の気持ち全然これポジティブですよ。なんか連絡したいとか、すごく、ゴールドのボトルさんのことこれ信頼してくれてる。もうなんかこう、いいですよ。あの人の気持ち。そしてね、これはもちろんね、皆さんの気持ちで。もうね、こう、あの人への、溢れんばかりの愛情とか。もうこれはね、鳳凰って言って金星を表すカードなので、もう愛情のカードなんですよ。だからもうあの人への、もう気持ちが、もう本当にもうたくさん深くしっかりあるっていうのが、これがゴールドのボトルさんのあの人への気持ち。で、流れ。ね、コインの3の正位置とタワーだから、なんかね、2人の関係が、なんかね、着実に、こう階段を上るような感じでね、これ進んでいくし、こう2人のこの上る階段っていうのは、とても頑丈で、誰も壊すことができないよっていう感じなんです。これはね、ここでね、ここでね、連絡取れて、それからは、2人がこうゆっくりこうね、階段を上っていくような、そういう流れになるって出てるんですね。で、出ていて、よいしょ。そして、その後。なんかね、一旦は、なんかこう、
この後かな、このね、例えば連絡が例えば取れるようになったりとか、会えるようになったりっていう、その後で、一時的に、例えばこうね、連絡が少し、例えば滞ってしまったりとか、少しこう不安が出てきてしまったりっていうことがあるかもしれないけど、あるかもしれないけど、でもね、このね、今までのこのね、経験で、ゴールドのボトルさんがね、とても強くなったの。だから、ね、私は、僕は、なんかね、もうこんなことじゃ負けないみたいな感じで、こう、積極的にね、こう、果敢に攻めていけるような。やっぱりこうね、こんな大切な人を、なんかもう逃せないみたいな感じで、なんか少々、こう、トラブル的なものがあったとしても、こうね、こう、手をこう、繋いでいくような。結んだ手をね、また繋いでいくような、そんな感じで二人がね、繋がっていくっていう流れになるから、やっぱりこれはいいんじゃないかな？これ、やっぱいいと思いますよ。で、今までが辛かったからね、もうちょうど今ですよ。もうこの辛い状況がようやく終わって、今から動き出すっていう状況。もうこれはかなりポジティブな流れって思っていただいて大丈夫だと思います。よかったです。はい、じゃあ、あの人の気持ち深く見ていきたいと思います。はい、じゃあ、あの人の気持ちです。すごいね。コインの10の正位置がいきなり出てきた。すごいぞ。で、コインの4の正位置。はい、そしてソードの10のリバース。はい、そして死神のリバース。カップのページ。コインの8。コインのページのリバース。鳳凰のリバース。はい、カップのナイトのリバース。ワオって感じですね。ファーストカードでコインの10ですか。これね、もう二人の関係がね、完成っていう意味なんだけど、特にこれはコインだから、こう現実的なカードというか、目に見える完成なんですよ。わかりやすく言うと結婚とか。もうね、結婚っていうとゴールとか、こうそういうこう、一つのこう目標だったりとかしますよね。で、あの人自身、結婚願望が例えばね、今高まってきてたりとか。する可能性あるのかな？あってね、コインの4とソードの10のね、リバース。何かね、あの人自身の大きな価値観が変わったような気がするんですよ。なんかこの離れてた期間に、例えば仕事とか、なんかそういうところで、このお相手様自身がこう、大きく成長したとかね。で、そのことで、例えばこう、結婚したくなったとか、家族が欲しくなったとか、こう、そういう、ものがね、まずね、今ね、感じられました。感じられて、おおって思い、びっくりしました。で、そして、あの人自身、今ね、相変わらずね、お仕事、勉強、そういうものはね、頑張ってらっしゃるし、とてもお相手様、マイペースな方かなって思います。で、思うんだけど、本当にこれ最近なんですよね。今さっきね、出てたカードがどれだったかな？あ、コウノトリがね、出てましたよね。辛い状況、今が一番辛い状況なんだけど、物事が動くよって出てたんだけど、いや、まさにそうで、なんかね、あの人自身の、なんかね、心がむちゃくちゃ大きくガラッて変わりました。例えば、なんか親戚だったりとか、兄弟だったりとか、こう、そういう人たちに、例えば子供が生まれたりとかね、仲のいい友達に子供が生まれたりとか、こうそういう感じでこう影響されてた部分もあるかもしれないんだけど、今こう、ピンクのボトルさんへのこう気持ちが急にむちゃくちゃこう深くなって、外からの環境によってこのお相手様もむちゃむちゃ変わったような、
もうそんな感じです。うん、そんな感じです。でね、まあ、これね、全部リバースがね、出てるんだけれども、やっぱりね、まあ、これカップのナイトが出るってことは、やっぱりこれはグリーンのボトルさんに相性あります。で、あるけど、これ動く、これね、ほぼね、出てるカードがね、すごくね、受け身のカードなんですよ。自分から連絡するぞとか、動くぞとかじゃなくてね、あの人の今さっきの気持ちも、ワンちゃんが出てましたよね、確かね。ワンちゃんが出てて、なんかすごく、カード的にも穏やかで、いいんですよ。あ、ちょっとワンちゃんが見つからないな。いいんだけれども、なんかね、今、あの人自身が、すごくこう、受け身でいる状況です。なので、今からサポートカードを見ていくんですけれども、これはね、皆様からね、ゴールドのボトルさんからの、きっかけなのかなって感じがすると、かなり、おー、いいですね、ワンドのサンド聖地。なんかそんな気がするなぁ。今のね、ファーストカードも、もうぜひ連絡してみてっていうカードです。はい、そしてここでデビル、はい。すごいね、これもね、このカード、死神のリバース。同じカードだよ。ね、それも両方リバースみたいな。おお、なんかこれは、周りの環境とかね、運がね、味方してくれそうだな。おお、見てください、ラバース。正位置で出ましたよ。やっぱこれうまくいくね。すごいね、はい、まずね、これ。ゴールドのボトルさんから連絡。ご自分から連絡してみてください。もうね、返信すぐ来ると思いますよ。でね、これね、明るい感じの連絡がいいです。重い感じとかじゃなくて。もう軽めの挨拶みたいな。そんな感じがいいです。ドロドロとするのは逆に NG。で、むしろ、なんかね、今までの辛かった思いとか、もう全然言わなくていいです。もうそれは復縁した時にね、実はこうだったんだよ、みたいな感じで。こういうこう、暗さは出さずに、もう明るく、爽やかに連絡してみてください。まずこれがいいね。そして、ね、そして死神のリバース。ラバーズの聖地。まあ、この死神っていうカードは、サソリ座を表すんですよね。まあ、さそり座とか冥王星を表すんだけど、やっぱり一途な気持ちがやっぱ伝わるっていうこと。愛情があの人に伝わる。あの人がその気持ちを受け入れてくれる。受け取ってくれる。また再び二人は恋人関係になれる。まあ、やっぱりこれがね、私はサポートメッセージだと思う。いや、これはいいでしょう。頑張れるんじゃないかなっていう、そういう流れ。出ております。頑張ってください。まあ、5月のね、下旬から彗星逆行が始まるので、復縁にすごくいい時だから、なんかね、そこにかかってくるのかなっていう気もしました。はい、これがゴールドのボトルさんです。よかったら参考にしてみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。